はい、今日はね4月の30日、つまり4月の末日でございます。で、今時間はね1時58分という感じの時間でございます。はい、また買い物ついでにねちょっと寄ってきました。はい、また恋ずるしようと思います。いや、ツツジが綺麗です。まず餌を作って、それからね釣りする場所を探そうと思います。キューちゃんと緑、まあ、マルキューの餌ですけど、これをね合わせて餌を作って、それでやっていこうと思います。もう息抜き程度の、ほんとそんな感じの釣りです。いろんな釣果報告が上がってるんでね、ナマズとかライギとかブラックバスとさ釣れてるからさ行きたいんだけど、まあ、そういうわけにはいかないんでね、近場で釣ります。まあ、今私安いロイヤルスマーク使ってるけど、実はねファーウェイのねフリーバズ3、あれはね純正のカメラアプリでねロイヤルスマークとして使えるんですよ。サポートに確認したんですよ。そしたらね使えますって書いておきましたんでね、まあ、5月給料というか、まあ少しお金が入ったらね買ってみようと思います。こんな感じ、水にね入れたらちょっとずつばらけていくというような感じの硬さです。いや、今日暑いわ、マジで頭クラクラする。明日はちょっと人がいっぱいいるんでね、ちょっとあの相手のあたりに行きます。もう今日はもうほんと適当です。一匹ずつで帰ろうかなぐらい、そんな感じですよ。ツツジがすごい綺麗ですね。あとね、私今ねアドビのプレミアプロの最新版使ってるんですけどね、ちょっとパソコンのスペック不足でね使えないフィルターとかね機能があるんでね、ちょっと編集はシンプルになると思います。文字を動かしたりとかさ、そういうのは、ね、あんまりできないんでね、エラーが出るんで、まあ、それはちょっと一応言っておきます。はい、まあ、ちょっとね人がいるんでね、もうあまり喋れないんですけど、まあ、0キロカロリーのファイバー飲んでみようと思います。ファイブミニと同じような感じの味ですね。ここからね、ちょっとこのワイヤレスマークを使うと思います。仕掛けはいつものね、P ライの4号と3号のナイロンのハリスと11号の恋バリーと、あと浮きはね、唐辛子浮きにします。スースコいるじゃないか。ちょっと目の前に落としてみる。あ、やった。いきなり釣れた。これは多分釣れてない鯉だって。ちょっと待って。やべ、でかい。これでかいよ。映ってるかな、ちゃんと。取り込めるかな。あ、ダメだ。ちょっと撮影適当なんですけどね。よっしゃ。やった。いきなり釣れたね。いや、元気ですね。あ、やば、やば。油断した、油断した。あ、バレたわ。バレましたね。バレて逃げましたよ。引き続きやるも散ったようで当たりなし。今ちょっと回遊してきたのが、あ、やったあった、あ、切れた。切れましたね。穂先がね、持ってかれました。じゃあ次はこのバンドホクツギ2でやります。もう竿が短くなってね、手前ぐらいしか狙えないんですけどね。狙っていきます。もうこれでさっきぐらいのサイズの声が来たらもう終わりだな。切られそう。あ、なんか来たね。
予想に反して人が多くなってきたので移動します。あ、引きこもり推奨期間中は釣りに行かず普段通り引きこもっていようと思います。ちょっとこっち来てみたら声がいますね。釣り上げられるかな。ちょっとやってみましょうか。声はいっぱい泳いでますけどね、人もいるんでね、ちょっとね、なかなか喋れないし、釣りもできないし、さあどうしようか。今日も帰ろうかな。ほらほら、警戒心マックスですよ。目の前だとしても食いつかないからね。まあ、ちょっとだけやってでも帰ります。なんか隣ではヘラをかけてます。よっしゃ、なんか知らないけどいきなりかかってた。そう、今度は逃がさないぞ。よっしゃ。あ、くそ、また油断した。あ、待ってる。スマートフォン、はい。ありがとうございます。いや、なかなか渋いですね。見えてても釣れない。警戒心が強い。やっと一匹釣れましたよ。泥だらけです。引きが楽しいですね。泥だらけだ。はい。まあ、こんなもんです。いつも。はい、今日はまあそんな大きくはないですけど、はい、ありがとうございます。あ、ここですね。あ、なるほど、確かに。あ、そうですね、のっこみがなんか川だと。いえいえ。オップワンでしょ、マスクだけに、ね、食べちゃうんだからさ、それをね、切って、あの壁に貼っつけといた。あ、大きさが分かるよ。うわー、すごい。餌が残ってたので引き続き釣りをします。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、来た来た来た。2匹目だ。やったね。ちょっと広角にしますよ。広角な。ちょっとこっち側で。よしよし。あ、でも小さいな。なんか小さいぞ。あ、でも魚体は綺麗だな。じゃあちょっと肩が小さいけど釣れましたね。低めです。
元気だな。よいしょ。本日2匹目の鯉です。ちょっと尾びれがなんか切れてるね。うん、まあ40センチぐらいって感じの鯉でしょうかね。じゃあ逃がします。さらばじゃ。いや、すべてが泥だらけです。鯉ってさ、大きいじゃない。だからさ、この網の目がさ、こんなに小さくある必要はないですよね。目が大きい網の方が絶対いいですよ。あの、洗いやすいですしね。目的は果たせてるからいいんですけど、まあ機会があれば目の大きいやつを買いたいと思います。今4時半です。まだ餌が残ってるんでね、あと1回だけちょっとやって帰ります。やった、またかかった。すげえな。ちょっと広角にする。また広角にする。またかかった。やったね。あ、バレた。鳥がいます。じゃあ動画はね、ここまでにして、あとはねニコ生しようと思います。ではでは、さよならです。あ、今なんか来たでしょ。ではでは、さよならです。